ジグザグにかっこかりなんと、はい、今年もやります。イエーイ。あー、久しぶり。何をやるのかしら。あれです。ついにやってしまうんですね。やるわよ。ジグザグ会議トークライブ7回目だよ。すごーい。え、すごくない？だって YouTube 何年やってんだよ。YouTube 7年やってんの。10回目まで8年やってんのかな。10回目まで頑張る。だね。ね、私はさ、1回も休んでないよね。コロナ中もやってた。やってた。あの、ほら、あ、遠くらいる場所違うけども、ほら、あれでやったじゃん、誰も入れないで、配信やったよ。やりましたね。誰も入れ、あなたがちょっとエロかったわ。誰も入れないで、誰も入れなかったわ。で、やったよね。だから配信、あの、みんながなんか送ってくれたじゃん、そうだったっけ。なんていうの、もうほんとさ、昨日何食べたかも覚えてないのにさ、お茶パスみたいなやつ。 え、何食べた？今日なんか食べた覚えてる？今日何食べた？今日朝ごはん家で食べた、うん、覚えてる？ないコーヒーしか飲んでない。あの、あれなんだって、何食べ、あの、食べたことさえ忘れちゃダメなんだ。あ、そう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 、ね、あの、なそう聞いた。内容は、うん、内容忘れてもいいんだけど、いいんだって、食べたことさえ忘れちゃう。え、食べたっけって、もう危ないっていう、うん、てか食べた内容やばくない？忘れたら朝の、うん、私冷や麦入れてきた。あら、偉いじゃない。うん、コーヒー。私朝はサラダ食べた。あ、そうですか。サラダとキャベツ。というわけで、今年のトークライブはなんか何気に健康の話とかばっかりになりそうな気がして怖いんですけれども、さっき打ち合わせしてたら、もうさ、体の話。いや、本当だよ。もう最近だってね、保険の話とかね、健康の話とか、そんなんばっかりですけど、その日の夜だけはですから、もう思いっきり熱く弾けていきませんか。トークライブ、あ、なんかキャラ違う。トークライブに来た人みんなさ、お腹抱えて笑ってね、次の日腹筋が割れたっていうよ。9月27日の水曜日だけれど、そう、夜なんです。ぜひぜひ開けておいてくださいね。あれ、チケットは坂本ちゃん、もう発売中でございます。定理は皆さん、この3人から定理と、もうチケットは発売されてる。ロフトプラスワンのホームページから買えます。も買えますので、そう、10回まで頑張ろうとか言ってたけど、うん、私、人生って本当何があるか分かんないわけですよ。そうだよ。去年の私、今年なんか、え、手術だと思いもよらなかったわけですよ。そうでしょ。だから多分トークライブは来年もあるかもしれないけど、ないかもしれないわけですよ。今回最後かもしれないわけですよ。そうです。だからみんな見に来てほしい。またそういったつもりで私たちも、そうね、下ネタ頑張りましょう。常にこれが最後の下ネタと思ってあなたお願いします。ラスト下ネタ、ラスト下ネタだと出して私たちも出し尽くします。はい、というわけでお待ちしています。はい、はい、ぜひチケットはこちらまでって書かないけど。私、歯医者行ったから。